こんにちは、ポンコツ永久に不潔 SJ です。さあ、今回は第何回でしょう。みんなのコレクションです。みんなのコレクションというのは、例えば私であったり、他の視聴者さんであったりとかですね、悩んでいますというコメントよくあるじゃないですか。そういう時に皆さんのおすすめをコメント投票していくということですね。で、どちら、私の場合は、基本的に投票が多かった方を、購入してレビューするんですけれども、今回はですね、視聴者さんからのご依頼といいますか、ご相談なんですね。で、私に相談だったんですけれども、いや、これ、せっかくですので、みんなのコレクションにしませんかということにしまして、はい。一応いいねついてたので、ご了承ということで。それで、この視聴者さんというのが、市民時計ネオさんとおっしゃりまして、よくコメントをいただく方なんですよ。で、私大変失礼ながら、チャンネルをされていらっしゃるということを知らずに来ていまして、ごめんなさい。で、拝見しましたらですね、すぐ拝見したんですよ。そうすると、これが、キャラクターの立っている、いい感じの方で、面白いですね。で、ゆったりとした感じの、時計レビューを拝見したんですけど、そして隣の方から、猫科の動物のような、もしかしたら可愛らしい。そんな感じのスタイルでして、リンクを貼っておきますので、ぜひご覧ください。面白いですよ。はい。で、その方が、ご相談ということなんですね。で、まず、ちょっと結論から言いますと、シチズンのフジツボダイバー、プロマスター、メカニカルダイバー200、マリンシリーズ、フジツボダイバーですね。フジツボダイバーと、こちらの今映っている、オリエントマコ4で悩んでいらっしゃると、もう困っていますというふうに書かれていますので、で、こちらがその文章のやり取りなんですけども、少し割愛させていただいております。そのフジツボダイバーをたまたまオープンチャットで見かけてしまい、最近になってシチズンのメカニカルラインの良さに気づき、NB1041 の黒青を購入予定だったのですが、三振はジェントルマンを所有していることもありと。これティソジェントルマンでしょうかね。いいですね。ナイスですね。で、今までめでていたオリエント。オリエントがお好きなようなんですね。で、国産ダイバー入門といえばオリエントのイメージと。で、今までインナーベゼルタイプ以外をよく感じなかったため、ラインナップを改めて見直しました。インナーベゼルの方が良いということですね。シチズンプロマスターはベンツバリ、秒針ロリポップ、ラチェット付きダブルホールディングバックル、ギルトコンビなのに実物はヴィンテージテイストで主張が強すぎないと、などメリットがたくさんある。ですが、マコ4も安定の良さで頭から離れませんと。侍ジャパン。この2つだと決定打になる部分をビシッと説教ください。説教って書いて、はい。困っています。で、私が返信でですね、ビシッとですかと、我々と。ポンコツですから、まず文章が長すぎて理解できませんので、端的にお願いします、笑いと。ちょっと突っ込み気味に行きましてね。そしたら、市民時計ネオさんが、普段の自分のスタイルで行けばよかったですね。すみません、笑いと。マコ4とプロマスター、フジツボダイバー、どちらがよろしいでしょうということなんですね。マコ4かシチズンのフジツボ。はい。で、私の返信が、いいえと、本当にポンコツなのでわからないんですよと。で、これはもしかしたら、みんなのコレクションシリーズで動画にしませんかと。濃いキャラクターでいらっしゃるチャンネルも拝見しまして、できたらご紹介もできればと思っています。ということで、はい、今の動画に至っていますね。ということで、このフジツボダイバーですよ。これ。この、いわゆるメルセデスハンズですよね。押したら、こちらですね。藤壺ダイバーです。このメルセデスハンズに、こう中がちょっと抜けたような感じになっていまして、これがオリエントマコ4ですね。で、これ私の分なんですが、これ藤壺ですね。シチズンの藤壺ダイバー。で、それが、なんとですよ、お値段が35,000円なんですよ。そう、そのぐらいなんですね。で、これはギルティッドですから、要はコンビモデルですね。黒と、メッキの、金メッキ、ゴールドメッキの。でも美しいですよね。そして横は綺麗に、サテンと仕上げになっていまして、いかにもツール感っぽい。で、きちんとマーク入っていますよね。うん、このあたりはさすがシチズン、なんかこう、生真面目な感じを、ミネラルクリスタルなんですが、球面のミネラルクリスタルということのようですね。サファイアとは書いてないんですよ。間違ってたらごめんなさいね。ですから、このあたり、わかりますか？ぐにゅっとこう曲がっているんですよね。要は屈折していると。非常に綺麗なダイバーズモデル。そして、この裏のバックル、これがラチェット式フォールディングバックルということで、ラチェット、つまりカチカチと調整できるということではないですか。これすごくないですか。へえーと思って。で、もちろんそうですね、例えば、写真などはもちろん拝見したことはあるんですよ。実際に、こう、ぎゅっと興味を持って、ぐっと見るということとなると、やはりこう、視点が違ってきましてね。これ、夜光もすごく綺麗だなと思ったんですね。で、これ、裏蓋になりまして、裏蓋はこれ、スクリューバックですね。なるほど。すごいですね。で、これが、カラーリング、カラー違いなのか、限定色なのか、トレンド感あるカラーリングになっていますね。なんて言いますかね、ブロンズっぽい感じじゃないですけども、わずかに赤みがかっていてと、バーガンディーとで見えますかね。すごくね、流行のカラーですよね。で、これと、つまりこのマコ4、どちらが良いでしょうかということなんですよ。これ皆さんにご相談なんですけど、いや、これもしかして私も買ってしまうかもしれないですけどね。皆さんだったらどちらを選びますか？こちらがシチズン藤壺ダイバー。右がマコ4ですね。ちょっとピンボケするので、今左側に奥に合わせています。スペックはどうなっているかと言いますと、まずお値段が35,000円です。で、プラス、お値引きが10何%入りますよね。ということで、約30,000円ぐらいのモデルかなと。で、キャリバーは、8204。で、これはもちろん自動巻きです。で、精度が-20から+40ということで、こちらオリエントマコは、幅が40秒なんですが、シチズンは60秒になっていますね。で、パワーリザーブは40時間、ほぼ変わらずと。40時間で、こちらが41時間ですか。で、厚みが 13.7。ほとんど変わらない。で、ケースサイズ、横も41ミリ。そして、ステンレススティールと。で、一部メッキ処理と、イエローゴールドですよね。で、バンド素材もステンレス。三つ折れプッシュ。で、バンドのラグ幅、ラグウィズですね。ここは 20.0 ミリ。変えやすい。そして、風防はミネラルガラス、デュアル球面クリスタルガラスと。ミネラルっていうのは私が追加したんですけれども、ガラスとなっていまして、デュアル球面クリスタルガラスと。サファイアと入ってないので、サファイアではないようです。はい。で、防水性能は200メーター潜水用防水ですよね。で、耐磁一周。最低限ではあります。で、特徴としては、逆回転防止ベゼル。はい。で、ネジロックリューズ。で、夜光、針プラスインデックス。これもちょっと綺麗でしたよね。そして、注目すべきは、ラチェット付きのダブルホールディングバックルというところですね。で、振動数は 21,600 振動。1秒間に6振動ですね。席数は21。デイデート機能。で、和英切り替え機能。ということで、同じような感じになるんでしょうか。このね。英語と日本語切り替えられますよと1年間メーカー保証ということになっています。そう。こんな感じなんですよ。もう一度ちょっと写真見ましょうか。いや、非常に美しいモデルですね。改めてと。注目してみると、おっとっとっと、みたいな感じになりますよね。で、プロマスターのマークも入っているしと。で、このデイデイト、微妙に私が好みなのは、ここのデイデイトの、バッグの色ですね。これが黒で統一されている。あまり目立たない。なので、こう、要するに、まあ、パッと見た感じ、シンメトリカルなイメージで見えますよね。まあ、そこが私好きですね。うん、メルセデスハンズはまあ、どちらでもいいですね。うん、その時の流行であったりしますので、そうですね。あとはこれ横から見ても非常に綺麗ですね。この辺り剥がれてくるかもしれませんが、そのエイジングの楽しみもいいんじゃないでしょうか。風貌がサファイアではないので、まあそこがというところはあるんでしょうけど、どうでしょうね。今時のガラス技術なので、あとはまあガツガツ使う人でなければ、うん。いわゆる普段使いといいますか、タウンユースなどであれば、どうなんでしょうね。例えば大工さんであるとか、どのぐらいの方が使うのかな。でも振動が多いので、機械式はあまり使わないのかな。ビッグデータの不足している部分でもあるんですけれども、仕事中は別のものにしてという手もありますよね。はい。で、ここ、やっぱりこのピン気になりますよね。これがもしかしてラチェットなのかなと思うんですよ。なぜかというと左側にちゃんとこれロックがついてますから、いわゆるこのセイコーと、まあ汎用のバックルなんですが、裏側ですね。裏側こう見ると、そうですね。カバーリングされてますので、ここの内側にラチェットが入っているのかなと。そうすると、これは、まあ、ベルトはもう1段、2段、3段階ぐらい上のレベルになるので、これすごいなと。で、まあ、こう見た感じは汎用バックル。もうセイコーと同じようなサポート付きの入ってますよね。うん。わかりますよね。で、どうだろうな。これは3列ブレスかね。いやいやいや、凸型ブレスっぽいですね。凸コマっぽいですね。うん。このあたりはまあコスト面で仕方ないと思われますけれども、今の現在のサードスモーでも凸型ですからね。はい。まあその部分を考えるということですね。で、こんな綺麗な夜光があると。すごく写りが良いですね。どうだろう。マコは若干ルミナスがやや弱いかなというので、シチズンちょっと期待してしまいますね。そして裏蓋ですよね。はい。で、これがまあセットのコンビと。そうなんですよ。こので皆様、これコメント投票で、まあどっちでもいいよって、まあそういうの、ごめん。どっちでもいいよってお付き合いください。ぜひ。私もちょっとこう気に入ってますので、どちらか買おうと思いますね。このオリエントマーク4か、シズンの富士壺、どちらか私も買いますよ。はい。なので、もう真剣にこうやっていますので、本当に。で、その中で、市民時計、ネオさんのご参考になったらなと思うんですね。まあ私が、あ、こっちいいですねと言ってもいいんですけれど、はい。皆さんのやっぱりこう、掘りの深い見識。これがやっぱり大事なんですよ。うちは一応参加型チャンネルという風にしていますので、そういうところで皆さんもぜひご参加いただいて、それではですね、コメント欄には、まあもちろんいろいろ書いていただいてもいいんですけど、シンプルに、富士壺、またはマコ4という風に書いていただくと、私が集計しますので、これはぜひちょっと皆さんお助け願いませんでしょうか。私からもお願いします。それでは今日はこの辺りで失礼になります。ぜひ投票、コメントお願いします。お元気でいってらっしゃい。